接客ビジネスを応援するプレシャスタイムのお時間です。今日は第2回目ということで、私宮田恵子がお送りいたします。お相手はマナティちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日2回目、はい、当たり前ですけど、ね、8月まではラジオで生放送が9月からちょっと収録でポッドキャストを放送してますが、はい、まあ、引き続き接客が楽しめるようにというか、はい、苦手な人にも好きになってもらったり、はい、まあ、売り上げが上がるコツみたいなものをお伝えできたらなっていうふうに思ってます。なんか今はね、なんか物が売れない時代とかっていろいろね言われてるような気もしますが、売ることが大変になってるんですよね。そうなんですよね、まあ、今ネット、まあ、コロナ時からもう私たちもね、こうやってこうズームで、はい、ラジオとかポッドキャストも話できるように普通に今なってきましたけれども、はい、それって移動したりとか、うん、ネットで買い物するよりやっぱり実際見てとかっていう傾向が強かったと思うんですけど、はい、うん、今もね簡単に皆さん外出しないで、はい、コロナの3年ぐらいが、うん、きっかけとなって皆さんもスーパーにも行かなくても、うん、買い物をお年寄りの方でもやるようになって、はい、なかなかねリアル店舗で接客っていうこと自体が、はい、まあ一番本当はね望ましいと思うんですけど、うん、なんかこう販売する側も接客どうなのかなっていうふうに思っちゃったり、はい、自信がなくなったりとかね。はいはい、そうなんですね。なんかそっか、接客がない逆に人生って考えた時に、まあ、私は受ける側、接客受ける側が大事多いんですけど、はい、やっぱりちょっとなんか、じゃ薬屋さん行った時にちょっと聞きたい、うん、なんだろう、専門的な感じじゃないけど、なんか似てるようなお薬いっぱいある中で、うん、ちょっと聞きたいっていう時にそれがないんだとか思っちゃうと、そうなんですよ、うん、ちょっと寂しいなって思いますね。寂しいですよね、うん、店舗で例えばお客様の望みのものがなかったりすると、はい、親切な販売員とかだとね、うんうん、お隣とか知ってるお店にこう同じフロアだったら連れて行ってくれて、お客さんこういうの探してるんですけどありませんかとかっていう風に紹介されたりとか、はい、うんうんうん、お客様のことを考えて、やっぱり自分とこの売り上げだけじゃなくてね、はい、そういうところも実際にやってらっしゃる販売員さんたくさんいるんですよね。わあ、すごいね。全然なんだろう、売り上げに全く関係ないかもしれないですけど、お客さんにとっては親切じゃないですか。はい、そうなんですよ。そうするとやっぱりね、この人がすごく親切にしてくれてっていうふうに、逆にまた今度買うときはこのお店に行こうっていうふうに思ってくれたり、はい、最初にそのブランドでこういうのありませんかって来てくださったかもしれないんですけど、その人に当たった瞬間にもうその人めがけてくるようになったりするんですよね。ほうほうほう、すごい、うん、そうなんですよ。だから印象に残るっていうことって、やっぱりそういうことを売り上げに関係なくその人のためを思ってやってあげると、売り上げだけじゃなくてね、お客様にとってのその心に残る接客っていうのが印象に残るとね、はいはい、先のずっとのお付き合いができる可能性はぐーっと高まるんですよね。なんかちっちゃなことですけど、うん、なんかその積み重ねでね、はい、やっぱりそうなんかつながってくるなと思いますね。そうなんですよね。うん、そうで、やっぱりやっぱり今日第2回目なのでね、はい、まあ、接客についてずっと私語ってますけれども、ただまあ心配なのが、まあ、接客楽しんでくださいって、うん、いつも言ってるんだけど、はいはい、ラジオの最後の日もね、はい、接客が好きになってほしいなっていう風に皆さんにっていう風にお伝えはしたんですけれども、ただやっぱり中にはね、うん、好きで入ってるわけではなくてお仕事としてやってらっしゃる方とか、いやもちろんいますよね、確かに、うん、コミュニケーションは嫌いじゃないけど販売するのはちょっと苦手みたいな感じもいらっしゃるんですよ。例えばお洋服が好きだから、はい、アパレルに入ったんだけど、う
自分は好きなんだけど販売するのはちょっと苦手とかで、あもうちょっと難しい問題もあったりするんですけど、確かに確かに、だから私の立場からするとやっぱり接客しまないとお客様が楽しくないから、はい、うん、来ていただいてるお客様が楽しめるようにするのが私たちの店頭での醍醐味、はい、あネットでは得られない醍醐味ですよ、はい、だからそれをやっぱり体験していただくにはやっぱり自社商品を好きになることが一番早道かなっていうふうに思ってます。おー、なんか、うん、私も今パッと思い浮かんですごい印象的だったなんだ接客された経験最近あるんですけど、なんか、うん、まあ買う商品は決まってて私はなので声かけていただいたんですね。その化粧品を買うときに他になんかもしご希望があったら言ってくださいみたいな感じで声かけていただいたんですけど、で私はもうちょっと決まってたからすぐもう会計に行っちゃって、でそしたらよくサンプルっていただくじゃないですか、お化粧品、はい、メイク用品とか、はい、でその時にその子の熱意がすごくって、そのサンプルを渡す、まあ、私が買った商品はもちろんなんですけど、私はここのこれがすごいよくって、はい、ぜひサンプルでも入れさせてくださいみたいな感じで、そうなんですか。そうそう、それでなんか特に私がそのサンプルはこれから始まる販売が始まるものだったから今買えるものではなかったんですね。なのでぜひご予約できるんでみたいなって言われて、すごいその商品が私印象に残ってて、はい、ぜひ使ってみようって思ったんですけど、うんうん、なかなかサンプルって忘れがちでね、いつもらったかとか覚えてないから、そうだからなんか結構私研修でもその話するんですけどね。本当ですか。なんですよ、よかったらサンプル入れときますねって言って入れてもらった商品ってみんなに聞くとやっぱり使ってないとか捨てちゃったって言います。そうそう、覚えてなくって、そうそうそう、旅行の時でも使おうかなと思ってもないから撮ってるんだけど、はい、あの隅っこにね、うん、結局いざそのもう商品説明もあったかないかぐらいで忘れちゃって、うん、でやっぱり怖いから持っていけないじゃないですか、その時に肌が荒れちゃったら困るけど、ね、何だったっけ、うんうん、だから使わない、結局捨てちゃったっていうのが結構多くて、うん、だからやっぱりそのサンプル差し上げるにしてももうギリギリも熱意を持って買うか買わないか、はいぐらいのところまでちゃんと説明した上でお渡しするのが一番効果的ですよって言ってるんですよ。あ、でも本当にまさにそれでした、今回接客受けたのが。そうですよね、はい、その自社の商品をとことん好きになるっていうことが、うん、そのやっぱりこうなんとなくマニュアル通りでこうなんですよとお伝えするよりは、うん、自分が使ってよかったから紹介したいっていう思いが、うん、お客様に伝わるか伝わらないかで全然そのお客様が、はい、受け取りって変わりますよね、うん、もう全くそう。だから私も初めてなんかサンプル入れときますねぐらいだったから、毎回あじゃあちょっと時間があったら通過をとか思ってたんですけど、初めてそのあこのサンプルぜひちょっと変えたら使ってみすぐ使おうとかって思いましたね。ですよね、うん、だからやっぱりそれぐらいその熱意とか、うんうん、こうやっぱりね、言葉ってなんか同じ言葉でもこう表情とか、うん、はいはい、とかも対面だったら体験できるので、確かにそこってやっぱりちゃんと伝わりますよね、心が伝わるっていうか、うん、だからやっぱり接客せっかくできる以上は、うん、自社の商品をまず自分が好きになるっていうことがすごくやっぱり早道かなっていうふうに思ってるんですよ、うん、なんか接客というか販売が苦手っていう方はやっぱりね、お店に立っている以上は、はい、やっぱり売り上げが上がらないと楽しくないんですよね、うん、やっぱり。そうですよね、なんかね、お客さん来ていただかないとね、なかなかなんです、うん、やっぱり自分のこう成績というか、まあ、売り上げ上げるためにいるのはいるんだけど、まあ、それだけではまずファンを作ったりお店のファンを作ったりすることも大切ではあるんですけど、うん、結果何のために私たち販売してるかっていうと売り上げを上げるため会社に貢献するためっていうことでお給料いただいているので、うん、やっぱお客様にこう良さをお伝えするっていうことがやっぱり
番自分のこう何でしょう、はい、あのモチベーションっていうか、おそれが数字に表れるっていうことの結果になるんですけどね。確かに、なんかやっぱりね、接客ってこのなんだろう、販売員さんってすごいいっぱいいるじゃないですか。はい、なんか最近ニュースで見たの、はい、なんか牛丼屋さんかなのアルバイトの女の子が店長まで一気に昇格したっていうニュースを見て、知らなかったです。なんだったかな、うん、でその女の子はもともとアルバイトだったけど、やっぱりそうやって接客がすごいいいっていうのがもう本社まで伝わって、もう店長だからもうちょっと上に行ったかちょっと覚えてないんですけど、すごい出世したって言って、うん、なんか見てる人は見てるしですよ ね大手ねチェーン店でもやっぱりこうやって群を抜いて接客をすれば、うん、なんか認めていただけるんだなみたいな。ですよね。なんかそんな時代に、うん、どんどん変わってほしいと思いますね、うん、確かに確かに、うん、やっぱりそのお客様に人気がある人、それから会社の良さをちゃんとアピールできる、うん、でまずやっぱりその方って、私あのテレビ拝見してないんで何ともあの予測でお話しますけど、すごい多分楽しそうにいるんじゃないかなっていう風に、うん、ね、なんかテレビの取材受けられたとこ私たまたまニュースで見たんですけど、もうめちゃめちゃなんだろう笑顔で、はい、びっくりしました。なんか牛丼屋さんってあの男の男性の方がいてイメージがね、パパーと食べてパパーと帰るみたいなイメージだったんですけど、うん、なんかすごい明るくて、なんか女性でもなんか入りやすそうだなって思いました、その子がいる店舗。なんかこうやっぱりそのあお味ももちろんね、うん、あの大事ですけど、チェーン店なのでお味というよりは、はい、その何が他店と違うかって人なんじゃないかな、うん、ね、ですよね、うん、だからやっぱそういうとこ、なんかその人がいるだけでお店が明るいとか、うんうんうん、楽しくしていらっしゃるから、なんか自分まで楽しくなっちゃうとか、お客様、うんうん、そういったところがあると思うんですよね。ね、だから多分楽しんで接客してたら、うん、たまたま結果につながったのかもしれないですよね、うんうん、そうなんですよ。で私が言いたいのもまさしくそれで、うん、やっぱり店頭にいる方が楽しく接客している、ただ楽しくこう笑って立ってるだけではなくて、やっぱりその方のモチベーションを上げるためにも売り上げがちゃんとついてくるような楽しい仕事にしてもらいたいなと思うんですよ、はい、なんかやっぱりこう接客始めて、なんかこう手探りでやったけど売り上げ上がらないし、商品の説明に自信がないからなんとなくマニュアル的な接客になってると、当然やっぱり自分も楽しめない。確かに、結局楽しもうよって言っても、なんかそれが逆にプレッシャーになったり、はい、うんうん、やっぱりそういう風に変わりがち、そういう傾向は声がちっちゃかったりとか、あ、そうですよね、自信がない感じ。確かになんか声小さいのって一番あれですよね、なんか引っかかる、自信もないし、うん、ちょっと声も張れないしみたいな最初の頃は。そうなんです。うん、したらこの人やる気あんのかなみたいな感じにやっぱり印象移っちゃうじゃないですか、うん、だからすごい 残念というか、うん、なんか負のスパイラルがこう回っちゃう感じだから、なんかこう楽しめないっていうか、頑張ろうとしてるんだけど、うん、なんかお客様にはこうやっぱり声が小さい、自信がない、うん、なんか自信がないのが顔の表情にも出てくる、うん、そうするとこの人大丈夫かなとか、はいはい、なのかなとかっていう風になってくると、まあ今日じゃなくてもいいかな、次また来ますみたいな感じになってくる、はい、だんだんもっと本当にご本人は自信がなくなっちゃって、なんか合わないのかなみたいな感じに、3年も4年もやってて合わないとかって言う人いるんですよね。ああ、そうなんですか。でもだってずっと疑問を持ちながら、そうそうそう、ずっと楽しめてなかったんだなと思って、かわいそうっていうか気の毒だなっていう風に、もっと早い時期にね、うん、接客楽しめるところまで行けたらよかったなっていうふうに思うんですけど、あのコツはね、やっぱりさっきあの ちょっとお話したように、商品を徹底的に研究することなんですよ。うん、で自分が好きじゃない商品もお客様には関係ないですから、うん、あらゆるタイプのお客様のこと、傾向とかを想像して、はい、こういう方が来たらこういうふうにお勧めするとか、うん、逆の方が来たらこういうふうにメリットをお勧めするとか、うん、こうそういう、こうパターンを作って、なるほど、あのこう
き出しておくと、はい、すごくになると思います。そうですよね、知らないことには伝えることが、ね、なんですよ、できないですよね。自分自身から、うん、お客様って、うん、やっぱりどういう傾向なのかっていうのがわからないじゃないですか、自分の目線しかないので、うん、確かに。だからやっぱりこういうラインのお客様、こういう傾向のお客様っていうに想像ですけど、だったら今まで自分が見てきた逆の方向で、うん、ものが見えてきたりとかっていう風になってくるので、はい、やっぱりそこをこう考えながら接客ができると、ま、どんなお客様が来ても対応できる、うんうん、っていう風に自信が出るとまず声から変わってきますので、ああ確かにそうですよね。まずはなんか、ね、不安な店員さんから私も大丈夫かなってちょっとなんだろう思っちゃうので、とこうあこれ聞いてなかったなとかっていうことがあると、うん、あもうちょっとあの店不安だから行くのやめようかなとかってなりがちじゃないですか。そうですね、やっぱり自信があってね進めてくれた方が、そう、使用しようってなりますからね。そうなんですよ、うん、だからまずはね接客を楽しめるための、うん、お店側っていうかスタッフ側の準備が非常に重要だなっていうふうに思ってます、うんうん、確かに。いや楽しむのがねもう楽しむにつながるというか大切な準備ですね、うん、それも。そうなんですよ、だからまあ楽しむっていうかいきなり楽しめることはないと思うので、うん、楽しむためにどういう準備をするかっていうことがすごく重要だなと思ってます。ちょっとなんか化粧品の話になるんですけど、私なんかすごくこう20代の頃に肌がすごく弱くて、はいはい、へそうなんですよ、化粧品のそのトレーニングを受けていた時に新商品とかをつけると私だけかゆくなっちゃったりとか、あってはならないんですけど、やっぱりそういう状況があったんですね実は、はいはい、そうすると私使えないんですよその商品だけど売り上げ上げなきゃいけないので、うんうんうん、やっぱりその私じゃない人を想定して商品をご紹介するっていうことをいろいろ考えると、うん、使えないから売らないっていうわけにはいかないですよね。それをこう望んでいらっしゃるお客様も確かにいらっしゃるわけですから、確かに商品をね楽しみにしていらっしゃったお客様に、いや私ちょっとこれかぶれちゃったんですよなんて言えないので、そうなんですよ、だからやっぱりそこは自分とは別、お客様のことを考えながらいろんな想定をしてメリットをお伝えするっていうことをちゃんと書き出しておくと、うん、すごく楽になると思いますので。確かに、ね、自分の、ね、好きなものだけ売れるとか得意なものだけ売れるっていうわけではないですからね。そうなんですよね、まあ、自分が作った商品で、自分が販売するんだったらいいんですけど、確かにない場合の方がほとんどなので、うん、そうですよね、やっぱり、うん、そういうふうに、なんかこうまだちょっと迷いがあったり苦手だなと思ってらっしゃる方がいれば、一度それをやってみることをお勧めしたいなって思ってます。いいですね、なんかその準備はね、うん、誰でもできますからね、いつからでも。そうなんです、新商品が出たら例えば10個ぐらいメリットを上げてみる、とか、こういうタイプの方だったらこういう風に伝える、こういうタイプの方だったらこういう風に伝えるとか、なんかあらゆるパターンを考えて、準備しておくと、スッとそういう方が来られた時にお伝えする、はい、簡単になると思いますね。あ、いいですね、それは、ね、いいですね、広がりそうで幅が、そうですね、なかなかそこら辺なんか、楽しく会話する前にやっぱり販売をするっていうのがやっぱり販売さんの任務なので、はい、ここができないと心から楽しめないと思うんですよね、見たくない販売さんなんて絶対いないので、ですよね、本当にそうですよね。そうなんですよ、ぜひそこでちょっと試してやってみていただいて、もし成功したらお知らせいただけると嬉しいです。ですね、そういうなんか成功がねどんどん増えていくといいですよね。はい、はい、はい、じゃあそろそろお時間ですかね。ですね、はい、また
金曜日に発信ですよね、はい、そうですね、はい、金曜日に毎週金曜日配信していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、それではまた来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。